こんばんは。こんばんは。始まりましたね。浦君と高橋君が始まりました。早いね、1週間。そうね。日が明けてあと30分すると父の日なんですって。ね、今ねなんか父の日の歌が流れてましたね、CM。流れてたね。これ全国みんな同じ CM 流れてんの？あ、違うんだ。そうでもないんだって。そんなことを話さない方がいいんだ。CM はね、まあ、聞いた人もいるかもしれない。そっか、18日なの？6月18日が父の日。そうだね。大倉さん父の日ってさ、うん、なんかしてる？しない。母の日も？しない。あ、しないんだ。俺が決めた日じゃないもんなって。父の日って誰が決めたんだろう。国？国？なんかエピソードとかが伴ってるやつなんでしょうっけ。国か、何？あの企業？第3日曜日、6月の第3日曜日っていう決まりを誰が決めたんだろうね。一番最初にね、この日は父の日にしましょう。きっと偉い人が決めたんだろうね。偉い父が決めたのか、偉い 子が決めたのかね。ああ、お父さんにも感謝したいって思う、まあ、感謝する日ってことでいいんですよね。うん、そうね。急にもう無知炸裂してますけど俺ら。母の日はカーネーションを渡すから花屋が決めたんじゃないの、やっぱり。ああ、やっぱそういうちょっとあれですか、バレンタインというかチョコレート商売的なところから来てる日なんですかね。いやいや、そうじゃなくてあってほしいけどね、やっぱり僕らはこう感謝とかが先にあってほしいとこだよね。そうそう、人の心っていうものをこう大事にして生きてる僕らとしてはね。そうだよ。そうそうそう、心でお届けするラジオしたいよね。いや、そんなね、商業的なものとして捉えてほしくはないけれど、もしかしたらそういう側面もあるかもしれない。ね、そう、なんかキャラクター推しとかね。そうそうそう。サンタさんとかもね、元はもしくどうだったとかいろいろありますけど、まあ、そうそう。俺らはちゃんとね、やっぱりいると思ってるけれども。あ、そうだよ。そういうビジネスになってる。そういう側面もあるだろう。あるけど。あ、そういう側面を考えちゃうから、父の日は特に何もしない。うん、そうそう。物事にはね、一つの方向じゃなく、いろんな方向があるっていうことをね、やっぱり30何年も生きてると分かってくるもんで、ただ俺らはそういう側面を見つつも、やっぱり心を大事にして生きてきてる2人だから。僕ら2人はね、僕ら2人はね、あくまでも心優先で、そう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 、心優先でお届けしてきた大倉さんの舞台もいよいよ明日がファイナル。そうですよ、うんうん、ありがたいね、父の日に終われるなんて。父の日あんまあれなんでしょうね、大倉さん。そんな、いまいちなんかあれ、いや、いまいちそんなことないですよ。やっぱりこうやって舞台できてるのもね、やっぱり親父の中からこう出てきたものですから、僕も。お父さんの中から出てきたもので、大倉さんがいてね、お父さんから出てきたものを経由して、お母さんが出てきましたけども。え、だからお父さんにも感謝して、お父さんにも感謝してしながら明日を迎える。明日は2公演です。1公演です。明日1公演、はい。あ、じゃあもうほんとラス1だ。ラス1ですよ、うん。今日はだから、2回公演だったので、うんうんうん、そうですね、ラストの2公演みたいなことで、うん、そっかって思って、終わった瞬間に、あ、明日1回で終わりかとか思いながら。どう、なんか気持ちとしてはさ。全然実感がない。うん、もう、この舞台に関してはずっと実感がないって言い続けている。初日の時も始まったっていう実感もなかった。全然なかったね、うん、始まる直前まで実感ないっていうみんなに言ってて、始まった瞬間にすごい実感したっていう。お客さんがいると、バレンティンになったってこと。お客さんがいるって、お客さんいたってことは始まったんだって思ったの、うん、そう、ちょっとびっくりしたよね。うん、緊張とかはしたんじゃないんですか。緊張とか、緊張、いい緊張感でしたね、うん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 、なんかなんだろう、ちょっとやっぱりライブとかとは違う、うん、こう高揚してる感じはあるけれども、うん、ウキウキとは違う、うんうん、こうなんか不思議な感じでしたね。不安とかでもない。不安はね、なんか稽古は不安なかったかもしれないですかね。不安が残らないぐらいまで稽古させてもらえたっていうのもあるかもしれないですけどね。じゃあお客さんがいるいないっていうこと以外はもう、じゃあ本当にもう準備してきたものをステージの上で体現するみたいな、うん、なんか早くお客さんの前に立ちたかったですね、稽古してる最後らへんは、うん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 、でそれでやってきて明日で終わりってなると、なんかああ終わっちゃうなみたいな、寂しいとかっていうのも今はまだ実感はないんです、ね、実感がないですね。俺実感をあんまり感じない人なのかもしれない。どうなるんだろうね、終わったらね。
来週聞けるのかね。いやまあでも終わった後の大倉さんきっと充実感というかに満ち溢れてるような感じだと思います。うん、うん、なんかよく舞台ってさ、うん、やっていくうちに少し変わったりとかさ、うん、やってく気持ち的にも変わったり、はいはいはい、よく聞くじゃないですか、うん、なんか変わっていくもんでした。そのうん、およそ3週間くらいやったんですもんね。そうですね、うん、発見とかもあったし、あ変わるもんだし、うん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 、うん、なんかその度違いましたよやっぱり、うんうん、その都度公演、うんうん、一公演一公演全然違う舞台でした、うん、なんかこうより良くなる、より良くなったりとか、うん、ああ今日は悔しかったとかもあったりするの逆に。あー悔しいとかっていうのはそうですね、なんかあのセリフを噛んじゃったりとか、あうんっていうのはあくそとか思うけど、うんうん、それ以外はもうその時の自分の精一杯だから、うんうんうん、もうやったって思って終わってましたよ、うん、今日の俺としてやったちゃんとって、うん、でも全力で全部できたなっていう感じはあるので、うん、舞台をやって舞台だけに集中できてたらさ、またあれでしょうけど、うん、大倉さん、うん、すごいいろいろやられてるじゃない今また。あーアルバムとかね。そうでしょ、うん、昨日なんかはそのミュージックステーションにも出られて、はい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 、でミュージックステーションの前には舞台もやられて、うん、そうね。でも安田くんもそうでしたし。あそっか、うん、同じ時期にやってるから。なんかさっきちょっと本番前に聞いたんですけど、そのミュージックスの後もなんかいろいろ仕事を昨日入られてたんでしょ。そうなんですよ。すごい大変じゃない。いやこんなことになってくるとみんな集まる時間っていうのが本当なくて、うん、だからそう集まる時にやるしかないようなしあのっていうようなことが多くて、うん、だからいやもうしょうがなくその日にこうガチってなっちゃうんで集まっちゃうんですよ、うん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 、だから全然あの苦痛でもないんですけど、うん、なんかだから前にもお話しした通り、そんな忙しい中にいる自分、うん、なんか嫌いじゃないなっていう。あねゆうくんも言ってるでしょ。いいスパイラルだよね。うんうん、そうなんかなんやろ、あ忙しい休みないって言って、うん、こう嘆いている、うん、あの自分もいたとするならば、うんうん、それもあの。別にそんな思ってもないのに言っているみたいな、うん、でも疲れているし、うん、あの睡眠時間とか絶対足りないんだろうけど、そういうすごいいい忙しいやつに乗るとさ、うん、心地よさが生まれてきますよね。心地よさがありますね、うん、僕もようやくここ 2,3 日で、うん、そっちの方にまたこう向き始めてます。あいいですね。あのついこの間まで逆のスパイラルだったんで、もうとにかくもうあお兄とさん、ね、もうお兄何でもおつければね、うん、ちょっと上品なよう、ね、にお兄さんですよ。お兄さんですから乗っかってきてます僕も、うんうん、分かります。そうあとはもう安田くんもそうだし、横山くんもね舞台中だけど、まあみんなそうだしっていうのはあるけど ね、 ね、 いいね。 グループのその切磋琢磨な感じがいいね。うん、もう自分だけではないんだと、ね、そう、うん、みんなでこう肩組んでる感じね。おお、うん、いいね。それがやっぱグループのいいとこですよね、うんうんうん、だからいやあいつがあいつも一緒やし弱音吐けないなっていうようなことじゃなくて、うん、弱音とかっていうんじゃなく、うん、次元が、まあ、頑張りましょう、うん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 、みんなで頑張ろうみたいなこと、ね、お互いがお互いのこう元気のこう源みたいになってるっていう、うん、なるのはあると思う。素晴らしいですね。だからこう一人じゃないところの強みではあるかもしれないですよね。ああそれ一人の弱みなの。それグループの人にそれ言われちゃうと俺も何も言い返せ。いやでもそれはやっぱりあのモチベーションという意味では、うん、なんかやっぱり近いところにいてくれるありがたさがありますよね、うん、あのグループって言うとね、うん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 、だから一人だとすごい難しいでしょ、うん、むずいの、うん、もう孤独の孤独のレースだから常にどうしてるんですかそういうのをキープするためには。そうね、まあまあスタッフうん、もう頑張ってるからっていう、うん、そのスタッフをもうグループのように考えて、まあまあチームだしね、高橋優チームだからね、やるのと、うん、
あとはそうね、まあ寂しい人のように思われるかもしれないけど、うん、自分の中で、うん、その今日はできたかどうかっていう反省、自分会議みたいなところでモチベーションを上げるようにしてます。自分会議をされてるんですか？自分会議は毎晩繰り広げられてます。ああそうなんや、ね、うん、大体そういうどういったものが多いんですか、そういう自分会議っていうの。まあダメな時は、うん、それこそ収録中とかね、うん、番組中とかにも始まっちゃうと以前僕お話しさせてもらった一人反省会的な、はいはい、へこんでる、へこんでる感じになったりするんですけど、それこそグループ内でこう励まし合うように、こう元気の源になるように、うん、自分自身もこう考えの切り替えみたいな、うん、スイッチいっぱい用意しとくんですよ。ほうほうほう。例えば失敗して、うん、ドーンって落ち込んだまんま寝たらね、うん、次の日の朝だって目覚めが悪いじゃないですか。ああそうね、そう、明日はいいになるんだとそうなる、なると信じようよと。今日がダメでも、あの曲が生まれたんですか。そう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 、今日もいい日だったらさ、うん、明日はきっといい日になるという曲は生まれなかったと思うんですよ。なるほど。そう、やっぱ悔しいことがあったりとか、うん、辛いことがあるじゃないですか、 うん、時にね生きてると、うん、はい、うん、そういう時に僕はもう本当にそう、曲として最終的に曲という形にしていくことで、うん、それを聴いてくれる人たちがモチベーションになるというか。なるほどね、うん、だからゆうくんがそう思ってないとそういう歌は歌えないもんね。そう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 、ね、で例えばやっぱ僕もなんか本当に心から分かり合えるメンバーみたいな人たちがいたら、うん、逆にやっぱ曲の変える曲も変わってくると思うんですよ。ああそうね、内容もそうだし、うん、内容も、うん、もうちょっと明るくなるかもわかんない。いやそんなにゆうくんの曲暗くないよ別に。そんなに。そうそう、うん、前向きの種類が少しもっと前向くかもわかんない。もっと前向く。もっと前向くかもわかんなかったけど。いやいやゆうくん今多分ちょうどいいバランスの前向き方だと思うよ。だから最近はね、うん、自分のモチベーションを上げるのにいいなって思ったのがね。うん、時々なんですけど、こう、YouTube とかさ、動画サイトとかで、うん、自分の曲、例えば新しい曲がアップされました。はい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 、見るじゃないですか。うん、で見たりしてると、うん、なんか関連動画の中で自分の曲を自分以外の人が歌ってるっていうのが、まあ、たまにあるんですよ。歌ってみたみたいな。歌ってみたみたいなやつ。それは、まあ、ちょっと以前からあったんで、嬉しくて、うん、まあ、それも見たりしてるんですよ、僕、実は。ヨシキみたいなこと。トシキや。トシキは、あれ、上げてはいないのかな。トシキは、だって上げるどころか、俺らの前でやるからね。そうそうそう、上げてないけども。そう。で、最近。トシキはもうパイオニアやからね、あれの。トシキは、まあ、俺の歌を歌うパイオニアで、俺以外の、うん。そうですよ。太陽と花歌ってくれたのに、うん。で、踊る人がいるんですよ、たまに。ゆうくんの曲で。そう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 。うん、で、なんか踊ってる人のやつを見つけて。酔っ払ってんのそれ。いや、酔っ払ってはいないと思う。普通にダンサーとして。ダンサーとして。ああ、ゆうくんの曲で。僕の歌に振り付けをつけてくれるっていう人とかがいて。それを見て、すごいなんか励まされてなんか、いや、励まされるのはちょっとあれやけども、うん、なんか新鮮よね。新鮮なんですよ。うん。だからなんか、僕の場合は一人で歌を書いて歌ってるから、うん、その歌を受け取った人が、うん、どういうリアクションを取ってるかがかなりのモチベーションになるわけです。なるほど。一番嬉しいのはやっぱライブでね、うん、一緒に歌ったりとかさ、はいはいはい、コール&レスポンスとかって、あの瞬間一番僕幸せですけど、うん、まあライブがなかなかこうない、こう今みたいな期間とかだと、うん、もう調べまくって YouTube で、うん、で自分の歌を歌ってくれてる人いる、ああ嬉しいってなって、うんうん、なんか他のリアクションはないもんかなと思って、うんうん、でこの踊ってる人最近見つけて、あすごいなそれ、こういう踊りになるんだ、なるほどね、なんかちゃんと歌詞とかに合わせてさ、うん、さよならがどうのって歌ったりしてるとこ、うん、バイバイみたいな手振ったりとかして踊る、そのままの振りですね。いいじゃないですか、なんかこうね、自分じゃ踊りは思いつきませんから僕は、はい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 、でも書いたかね、書いてよかったなと思うんですよ、うん、そういう、まあ、で書くのに悩んでたとするならば、うん、あ悩んだのも無駄にならなかったなと、うん、この人が踊るきっかけを僕は作ったのであって、なるほどね、この人の踊りをまた誰かが見て、うん、でなんかこうなんか思うんでしょ。そうよね。その動画とかを、ね、うん、とかっていうのがモチベーションになったり、まあ、モチベーションになっているのかな。で、ゆうくんは自分でこう探さなきゃいけないわけですね。そういうやっぱりゆうくんのモチベーションはインターネットの中にあるから、やっぱりその自分で探したりして、ね、自分でこう鼓舞して、そうそうそう、やるっていうのがすごい大事な方法なんですね。そうなんだよね。でもさ、それでも、それが、
別に俺ちっぽけなことだと思わない、素晴らしいことだと思うけども、うん、そのこう言ったら外から見たら携帯いじってるだけに見えるでしょ、うん、そうだよ。でそれが、うん、よし明日頑張ろうってなってんだからいいよね。え全然今本当に全然捨てないよ。最後本当にそう思って言った。いやほんまに思ったよ思ったけど、うん、なんか人ってこうみんなこう今携帯をこう見てる時代じゃないですか、うん、どこにいよういても、うんうん、で僕なんか地下鉄かなんか乗った時に見事に座ってる人たちが全員見てたの、うん、で今地下鉄全部つながるんでしょ、ね、つながるんだよね。で俺あんまりこう電車とか乗ったりしないけど、うん、衝撃を受けたわけ、うん、で、でもそういろんな人がこう、こうみんな見てるけど、うん、それぞれがそうゆうくんみたいな人も いるわけで、その中には動画サイトでね生きるモチベーションとして、ね、そうそうそういろんな世界があるんだなってその中にもね、携帯の中にもね。ただみんな携帯の中で生きてんだなって思うと、うん、現実じゃなくて、そうなんだよ。なんかすごい変な気持ちになりましたよ。それはねちょっとやっぱ疲れてると思う、心が今の社会の日本人、うん、そう、まあ、日本人っていうかもう、まあ、世界中がそうか。携帯は今ね世界中の人たちが、うん、にらめっこしてるじゃないですか、うん、ああいうスマートフォンですか、 iPhone ね、 iPhone ねピーって入ってるからポンって読んじゃってる人もねいるけども、だからなんか僕の場合はだから、うん、これ一説によるとさ、うん、枕元に携帯電話を置いて寝ると、うん、体に悪いとかって聞いたことない？いやあるある、それだって電話しててもそうなんでしょ、脳に良くないとかなんか言うじゃないですか。そうで俺一時期本当に依存症かってぐらい、うん、寝る前も朝もずっともう携帯近くに置いて、うん、動画見たりとか、うん、なんか調べ物したりとかしまくってたんだけど、うん、やっぱこれ良くないなって思って見る時間を決めたんですよ、うん、自分一日の中で、真面目やね。いやじゃないとさ、うん、やっぱいろんな世界があるものですから携帯電話って、うん、見れちゃえるんだよね一日ずっと。ああなるほどね、時間あっという間すぎるし、うん、そうでもそれよりだったらやっぱなんだそうこそ大倉さんともし会う機会があるなら、うん、その会った人と話してたいじゃないですか。まあね、下手すると会いながらでも携帯見ちゃったりとかさ、うん、始まっちゃうでしょ。始まっちゃう、うん、それはすごいもったいない人生を過ごしてるような気がしてきてて、あそうそので電脳社会は便利でいいかもしれないけどその電脳時間を逆に選択していかないと、はいはいはい、もうむしろコントロールされてる感じになってきてるなと思って。なるほどね。あ人工知能さんにで時間割を作らないといけないってことね。で知ってる最近は。えらいね。大倉さんどうしてる携帯？僕も依存症だからあれ依存症だから僕は。いやメンバーの方とのね、うん、励ましこう元気をもらってあメンバーと一緒におるときはほぼ携帯見てないかもしれない。あなんかね僕の中で現実逃避の一個のもんなんですよ。変な感情にならないために、うん、もう僕ほとんどゲームしてるんですけど、うん、携帯ゲームやってますよね。そういじってる時って、うん、だから常にゲームしてるんですよ。だから最悪やなと思ったりするのがオフショットとか見るでしょ、うん、CD シングルのオフショット、はいはいはい、メイキングみたいな、うん、俺ねずっと携帯いじってんのあそれも出ちゃってんだそう俺自分で見てさあこれダメだなってでもなんかマジオフショットじゃん。そうちょっとねなんか嫌なこととか思いたくないの。なんか例えばこうスケジュールってこう時間 何分刻みにこう、うん、PV とかって撮ったりするんだけど、うん、例えば時間が遅れてたりってすること押すって言うんだけど、そうね、もう押してたりすると、うん、なんかあこれ帰りもしかしたら何時になっちゃうかもとか、うん、いろん なんかネガティブ思考になっちゃう時があるんですよ、うんうん、そういう時とかはもうそんなことを考えちゃうならば、うん、ゲームの世界に行っちゃえってなるゲームの世界に行けばネガティブにならずに済む。ネガティブにならない、例えば押しに押してさ、うん、そう何も考えないっていうかもうそれだけしてればいいからっていう思いでやったりとか、うん、例えばゲームだけじゃなくてもこう本読んでたりとかしてんだけど、うん、でそういうところをね
オフショットで見ると、うん、あやばいな俺ってその地下鉄乗った時の、うん、人たちと同じ感じになっちゃってるってことそうそうだから、うん、あのゆうくんはその人たちの俺の話を聞いて、うん、いや心が疲れてんだよって言ったでしょ、うんうん、で俺はきっとほぼ思われてんだろうなって見た人そのオフショット見た人ね疲れないためにやってるってことですよ大倉さんはね大倉心疲れてるなって思われてるそんなことないんだよって、まあ、いろんな用途があるっていうのは便利なんだけどね、うん、そうなんですよ携帯電話はねあとゲーマーっていうのがありますからね、うん、ゲーマーね、はい、面白いからねまたねそうなの、まあそれでは今週もそろそろ行ってみましょうはいオールナイトニッポンサタデースペシャル大倉くんと高橋くんましてこんばんは最近テレビにヒゲ面で出てるのはあくまで今やってる舞台の役作りのためであって決してニート生活を送ってるわけではないアンジャニエと大倉忠義ですありがとう昨日の M ステ高橋家の人たちみんな見ててねあマジでで大倉さんのそのヒゲのご尊顔を初めてみんな見たみたいでそれぞれにそれぞれの感想があってあそうですか男らしいって言ってましたいや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 最近この番組に来るとき不精ひげが生えてることが多いのは夕方まで寝ちゃって何もやる気がしなくてさらに二度寝してくるからの高橋優ですお互いね必ずどっちかがニート生活さて毎週土曜日の夜30代前半の独身男2人が集まって生放送でお送りしている週末の反省会的なこの番組、はい、このところお知らせしてたように今週はスペシャル企画です、うん去年に続いてジューンブライドにちなんだこちらの企画をお送りしていきます題して大倉君と高橋君が全力応援ラジオでプロポーズ大作戦今彼氏彼女にプロポーズを考えているリスナーが電話で登場お相手の方とも電話をつなぎ全国ネットの生放送で公開プロポーズしてもらうという無謀極まりないこの企画、うん、去年は3組のカップルが登場し3組とも OK という奇跡の結果が出ましたけれどもあれはまぐれだったのか、うんね、それに続く今年なんですけども今後の人生を大きく左右することなんで去年同様たくさんの応募があったわけじゃありません相当な勇気が必要ですそれはそうです送ってくるっていうのはねでそんな中、まあ、応募してきた人はいたその応募の中からスタッフが OK の可能性も含めて慎重に検討を重ねた結果、うん、今夜はこの後12時台で我々が2組のプロポーズを見守りますどうやって検討してるすでに、応募してくれたリスナーだけでなくお相手の方にもスタッフが何らかの偽企画を伝えてアポを取ってますああなるほどなるほどプロポーズされる側の相手の人にね大体が、男性側からっていうのはああそうなのかどっちか分からないまだ、それもねなんかスタッフ的には考えがあるみたいな あんねや、つまり今外堀は完全に埋めてある状況ですが、うん、何度も言うように我々2人は一切結果に責任を持ちません、はい、それはすいません自己責任です、うん、応援はそこはできかねるとというわけで、うん2組がどんな結果になるのか、うん、リスナーのみんなも12時台を楽しみにしててほしいんですけども、はいはいはい、そんなスペシャル企画の今夜もメールは待ってるんで、うん、番組を聞いてて思ったこととか言いたいこととか何でも気軽に送ってきてください番組のメールアドレスは言うのいいけどさ読むねんなほんまにot@allnightnippon.com ot@allnightnippon.com はいあなたからのメール待ってますほんまに読むっていう前提で言ってるらしいんで、これほんまにねこうメールアドレス言っといて読まんっていうことがあるから読むでいいんですよね時代です、はい、随分待たせてしまったんだけどもあの僕と結婚しませんか あれお願いします。うわあ去年のプロポーズ大作戦で一番最初にプロポーズさせてもらった札幌市のシュータ30歳会社員です。あの後大倉くんとゆうくんにはこの番組の中で彼女のご両親に挨拶に行ったとこまでご報告させてもらいましたが、実は彼女と今年の1月7日に入籍をしました。今のところ結婚式や披露宴の予定はないのですが、今年の夏には2人でウェディングフォトを撮る予定です。今妻と幸せな生活を送れているのは本当に2人のおかげで感謝しているんですけど、大倉くん、ゆうくん、もしよかったらお祝いにお二人から 4K のテレビもらえたら嬉しいです。
嬉しい報告だったね。よかったね。よかったよ。だから今週もちゃんと成功してくれたらいいよね。そうね。それだけ願うよね。なんかいろいろあったっぽいよ。え？まあちょっと一応 4K のテレビ触れとく？触れなくていいんだよ。なんかいろいろあったっぽいけどやっていきましょうか。まあじゃあそれではここからこちらの企画をお送りしていきましょう。はい。はい。大倉くんと高橋くんが全力で応援。ラジオでプロポーズ大作戦。この曲でずっと押してくれない。彼氏彼女にプロポーズを考えているリスナーが電話で登場。お相手の方とも電話をつなぎ、全国ネットの生放送で公開プロポーズしてもらうこの企画。今夜は2人がプロポーズに挑むわけですけども、実はね、これ多分大倉君にも今初めて話すお話なんだけど、何ですか？今回のバランスを考えて、男女それぞれ1人ずつのプロポーズを予定してたんだって。あら、来たね。そうで、事前にスタッフとの綿密な打ち合わせまで済ませていたものの、なんと男子の方に、その今日の夜、男子の方からね、今日の夜スタッフの最終確認に電話をしたところ、今日その男子の人、彼女とデートしたんだけど、デート中に彼女から別れ話を切り出されたんだって。やばいやん。どうするの？そして本番直前まで彼女との話し合いの末、別れることになっちゃったの。マジで？で急遽別の子に当たることにした。ちょっとマジかよ。えそれでさ、その別の子見つかったの？あ、別の子見つかったんだ。いやいや、見つかったとかじゃなくて、その子に電話しなくて大丈夫なの？だからそうそう、だからだってそれさ、あの今日プロポーズするっていうのをさ、女の子知らないままじゃないの、きっと別れたん。そうだと思うよ。だってどういう別れ方したのか分からへんけど、そこまでの決意聞いたら別れなくてよかったかもしれないよ。そうだよね。でもまあその運命を変えてしまうっていうのもどうかと思うから、もういいか。まあでもね、しすぎると一応あれなんでしょうか、この人ともつなぐことをできるっちゃできる。あ、できないの、やめたの。あ、落ち込んでる。あ、もう今落ち込んで出る状況じゃなくなっちゃってるって。だってもうものすごい幸せな未来を夢見てたのに。そうだよ、同じ日に逆のことが起こるってもう最悪やん。多分思いが行き違ってたのかなと思って、俺この話聞いた時に。男の方はだからもう結婚って思ってたけど、女の子そうでもなかったんでしょ。そういうことなのかな。でそれか待ちくたびれたとか。ああ、ちょうど、さあ今日言おうって思ったけど、彼女はもう我慢の限界だったってこと。そういうことってなんかあったりするんじゃないの。それ切ないね。切ないよ。歌になるよね。歌にしますか。だからちょっと落ち込んでても話聞きたいけどね。まあね、ちょっとアンケート取りたいけど、一緒に泣きながらその反省会したいけども、いやどういうことなんかっていう理由を知りたかったけど、なんかまあそれをね聞くのもちょっと、まあ、ちょっと今だと傷をえぐることになっちゃうのかね。ちょっと酷やから、まあなんて言えばいいのか分からないけど、うまくいけばいいねえのか。まあもし ね、 そのその男子今聞いてるとしたらね、ちょっと俺らから言えることはもうめげずに頑張ってほしいなっていう。人生そんな悪いことばっかじゃないよっていう、ね、そうだよ、しか言えないよね、そういう、ごめんやけど、逆に忘れられないね、一つの試練を今与えられたと思ってさ、次に行ってほしいなと思ってるんだけども、ちょっと大倉君と高橋君的にもちょっとこれまあ一つ試練だったわけで、まあね、そう、番組的にね、本番直前まで電話しようと思ってた人がね、こんなことになっちゃったので、びっくりやわ。そう、バランス取って男女の予定だったんだけど、OK だった人は結局女子2人になりました。女子2人。そうそうそう。だから女子から逆プロポーズってこと。そう、女性から男性へのプロポーズというのを2件。ああ。これから我々は見守るというか、聞き守ることになります。そうか。なんかまあもう男性からするものみたいな、なんかもうそういうね、凝り固まったことになっているけれども、もうそういう時代なのかもしれないね。そうですよね。女性からというか。ありよね。まあでも、なもんだから余計にあれだよね。ダメだったらどうするっていうのは、ちょっとあるけど。まあまあまあ、ちょっと、ダメだったら、今落ち込んでる彼に、紹介しようか。俺らがキューピッドになってね。そうそう、ちょうどね、ちょうどいるんだよって。歯医者同士。っていうようなこともありえるかもしれないけれども、そういうこともあってね。でも、成功することをね、まずはそうだ、願っていますよ。
そうだね、ごめんごめん、なんか失敗すること想像しちゃダメだね、ダメダメダメ、だから俺らはもう願う、うん、祈るっていう応援しかできないから、そうです、あとは聞くっていう、うん、聞く、うん、じゃあ行きますか、早速、うわ早いな、緊張するよねこれね、いきなりすぎんねんってほんまに、もしもーし、もしもし、男の名前年齢どうぞ、はい、宮城県柴田郡の町子28歳会社員です、わお、郡ですか、はい、うん、柴田郡ですか、あ、柴田郡です、ってことは、結構小規模な町ですか、そうですね、割と田舎です、ってことは、近くに住んでらっしゃる方、そうですね、お、当たってきてないよ、小倉さん、なんか、いや、当ててきたね、大体そうだろまあそう郡とか言うとね、うん、その方との出会いは、私が働いてる会社に、うん、3年後に後輩として彼が入社してきて、おお、ってことは年下、そうですね、え、今おいくつとおっしゃいましたっけ、私は28歳ってことで 25? はい、あ、そうです、おお、適齢期だね2人とも。で、出会ってどれぐらいになるの、出会ってからだと3年ってことやけど、それが付き合うってなってからどれぐらいなんですか、あ、付き合ってからは5年です、付き合ってから5年、うん、時間軸がちょっと、はい、あの意味不明になったんだけど、3個下だけど、あ、3個下で、でも3年後に入ってきたんでしょ、うん、ってことは、はい、だからもうあれだ、マチコさんが働き出したのです、結構若い頃からもう、あ、そうですね、18から働いてらっしゃった、はい、ということです、なるほど、うん、そういうことか、うん、で、もう、あ、じゃあ5年付き合って、はい、結婚を前提にお付き合いしてるみたいなことなの、はい、そうですね、え、そのなんだろう、付き合うってなったのはどういうきっかけなんですか、社内恋愛でしょ、あ、そうです、まあ、彼の方が後輩なんですけど、うんうんうん、で、まあ、言葉遣いとかも礼儀正しくて、うん、印象が良かった、はい、印象良かったんですけど、うん、ちょっとあまりこう周囲の人に心を開いてないような印象があって、うん、ああ、うん、壁作る系の、うん、わかるよ、そういう人、うんうん、トランプ系の人ね、でちょっとなんかそれを見て、うん、なんかちょっと彼を笑わせてみたいなっていう、あら、なんか、はい、気持ちがちょっと芽生えて、それはちょっと何なんだろう、外見的にもそのちょっと引っかかる部分もあったの、あ、そうですね、あ、イケメンってことか、どういった人に似ている、なんかあのスケートの羽生くんに似てるって言われる、王子様系やんか、うん、もう完全に笑かしたいやないやん、それも、王子様に近づきたいやん、それ、いや違う違うのね、あんまり笑わないか、笑わない感じだったの普段、いや、なんか笑うけど、うん、なんかあんまりこう周りと深く関わらないような、あ、ちょっと距離を置くね、一匹狼系、はい、なんかそういうイメージだったんです、うん、どうやってそういう壁を作る系の方の中に飛び込んでいったんですか、いや、もうなんかひたすら話しかけるっていう、いや、いいんだよね、まあでもそれが一番 ね、 嬉しいよね、で、相手の反応もよく、そうですね、こう、まあしつこく話しかけて徐々に徐々にみたいな、はい、ってことは告白もマッチングマチコ先生からですか、はい、そうです、私の方から、うん、マチコ先生から、マチコ先生から、はい、あ、そうなんだ、じゃあプロポーズもそれっていうのもいいの、それで、あ、正直なんかそれは相手に任せた方がいいのかなとも思ったんですけど、思ったんですけど、でも私自身もちょっと逆プロポーズにも憧れてるところがあって、へー、ああ、そういう憧れがあるんや、結構先導型というかね、うん、自分から行くね、全部マチコさん、はい、結構周りの人も、うん、友達とかも女性から行く人も多かったんで、特に結構がない、やっぱり大倉さんの言葉じゃないですけど、時代あるんじゃないですかね、え、女性から行く時代になってきてるんですよ、そうで、それで、何なんだろう、なんでこういうプロポーズをしようとかっていうようなこうなんあの言葉とかも決めてるんですか、マチコ先生からの、はい、あ、そうなんだ、決めてるんだ、はい、ちなみにこのタイミングでもうそろ結婚だなってなんか思うきっかけってのあったの、あ、
うん、あ、私あのゆうさんのファンなんですけど。あ、え、あ、ありがとうございます、はい、ちょっとあの8月6日っていう歌あるじゃないですか、うん、あれ8月6日ありますね、うん、はい、うん、ちょっと今年のカレンダー見てたら、うん、8月6日って今年日曜日なんですよね、うん、それで、うん、私と彼はあのバックナンバーさんの日曜日っていう歌が大好きなんですよ、うんうん、8月6日で日曜日、うん、はい、あ、じゃあもうコラボしちゃったわけだ、勝手に。はい、うん、なのでちょっと、まあ、別にこう仮に相談したわけではないんですけど、うん、私の中でなんか、あ、その日に入籍したいなっていうちょっと気持ちが出てきて。あ、すごいね、好きな曲とか好きなバンドとかでね、うん、それだ、今年の8月6日日曜日に入籍するということです、今だと。そうですね、今年なんだと、うん、はい、向こうもなんかそれはなんとなく感じ取ってるの、もうそろそろ結婚だなとかって考えてる感じするの。そう、そういう話はしてないのかな。あの一応去年の8月から同棲をしてるんですけど、うん、でなんとなくこの1年ぐらい経ったら結婚かなって話はしてたんですけど、ちょっと今の時点で具体的な結婚の話がなくて、うん、ちょうど1年ぐらいですね、それ。そうですね、そろそろプロポーズしとかないと1年後には結婚できないものね。はい、それあのどうですか、感覚的に成功しそうな感じはありますか。ちょっと何とも言えないです。マジか。嘘やろ。そんなになんかそこまで話しててまだ不安要素があるの。そうだよな、一匹狼だもんな向こうは。でも不安要素があるとしたらどういったところ。多分ゆくゆくは結婚してくれるつもりだと思うんですけど、うん、ただその相手がタイミングを考えてまだ何も言わないのか、うん、あ、その辺がちょっとわからなくて。だから男としたらさ、うん、一番こう心配なのが経済面というかね、うん、自分がこの経済的にも家族を養えるなっていうようなところになるまで、なんかこういけないというようなことってよく聞くじゃないですか、うんうん、よく聞くね、あと一歩が踏み出せない、うん、ただもうそう結婚してしまえばどうにかなるようなことだと思うんですよね、うん、結婚した人はそう言うよね、ね、うん、でもそういうのが男としたらすごく大事じゃないですか。大事だよ。だからそれって怖いよ今から。で今25でしょ。25、はい、一番そういうことになんて言うんだろう、一番揺れてる時期じゃない。うん、そうやね、独り立ちしてさ、うん、しかも給料もさ別にその昇給するような25歳ってタイミングなのかね、大丈夫なのかな。それどうなんだべな。ちなみに何の仕事なんですかそのお二人って。言ったその範囲出たっけ。ここで秋田弁でね。何、あ、製造業です。製造業、はい、製造業、製造業で25歳、さあこれからって感じもあるよね。でもさ、うん、結構その言ったらあれですけど、あの田舎って言ってたら悪い言い方なのかもしれないけど、はい、その地方の方って早いじゃない、うん、早い人多いね、結婚する人多い多い。で結構もう俺らと同い年ぐらいでさ3人子供がいたりとか、うん、いるいる、結構ザラにいるでしょ。だから俺も同級生とかもみんな結婚してたりするから、うん、だからそういう意味では25って言ったら別に早くないのかもしれないよね。そうだよ、うん、そう、何人軍だっけ、柴田軍だっけ、柴田軍の奇跡が、はい、柴田軍の奇跡、柴田軍の奇跡が起こるかもしれないよ、うん、ちなみにマチコ先生今どこにいるの。あ、私車の中で。あ、そっか、同棲してるから。そっか、ちょっと避難してきてるっていうか、はい、聞かれないようにしてんのね。そうですね。うん。で、彼はじゃあ家にいるってこと。あ、部屋にいます。あ、部屋にいんのね。あ、ってことは、どうやってすんの。え、そっから電話かけるってこと。俺がかけるの。そこに大倉さんかけるんだよ。あ、そっか。そうだったんだよ。おいおい、あ、そっか、それで、あの、つなぐのか。じゃあ、彼は今何、ラジオ聞いてないよね。なんか電話がかかってきたら、うん。ラジオを切るっていう話だったと思います。電話がかかってきたらラジオ切るってことなんで、今聞いてんの彼は、これ。どうなんですかね、ちょっと部屋にいるんで確認ができないんですけど。おい、爪が甘いぞ、それ。それちょっと、マツコ先生。今の話全部聞かれてたら、ちょっとまた話変わってくるよ、多分。いや、変わってこないんじゃない、多分もうめっちゃドキドキってことになるんじゃない、うん、えってなってる。今まさに迷ってるかもしれない。どうしよう。いや、やばいよ、じゃあ、どうしよう、これ。早くかけた方がいいのかもしれない。人生をだって考えなきゃいけないから、ね。いや、考え、あんま考えすぎたらあかんから、こういうのは。すぐ行こう、すぐ行こう。うん、大倉さん、今、
その全然違う、彼の番号をかかった時あるから、ね、してますね。全然違う人かかったの覚えてる？覚えてる覚えてる、うん、覚えてる。あの一番最初の時だったよね。そうそう、違いますっつってさ、で頑張ってくださいみたいな。もしもし。もしもし。もしもし。はい。すいません、日本放送の、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くんという番組なんですが。はい。りょうさんで間違いないでしょうか？あ、はい、そうです。宮城県の。はい。今ってこの番組聞いていらっしゃったりしました？多少は、はい。多少ってことは聞いてましたな。聞いてたってことでいいですね。これ、今、まちこさんから、電話、まちこさんからの電話で僕たちお話ししてたんですけども、はい。今ちょっと内容はちょっと、理解されましたか？はい。なるほど。じゃあもうこれはもう何も聞かない方がいいかもね。もうこのまま話していただいた方がいいのかもしれないね。はい、うん、じゃあこの電話今まちこさんともつながってますので、はい、りょうさんね、ちょっとじゃあお二人でお話ししてもらってもいいですか？うん、僕たちはね、はい、もう我々今ちょっと見守っています。はい、見守ってます。はい、あ、いいですか？どうぞ。5年前私が告白した時に亮は、俺は自分に自信がないし自分のことが嫌いだと言っていましたね。でも亮が自分のことを嫌いでも私は亮のことが大好きです。亮が自分に自信を持てなくても私は亮のいいところをいっぱい知っています。いつも笑わせてくれてありがとう。亮が落ち込んだ時はこれからも私が全力で笑わせます。亮と恋人になってからの5年間、毎日楽しいし幸せです。これからは夫婦としてずっと一緒にいてください。亮だ、亮くん。はい。あ、はい、よろしくお願いします。おお、よかったオッケーってこといいのね、りょうくん。はい。おー、おめでとう。よかったよ。あ、よかった。ちょっと今のままやめてほしかったよ。結構今ハラハラした俺。あ、よかった、マチコ。よかったね。マチコさん、いいプロポーズだったよ。いいプロポーズだったよ、今俺。感動したわ。ゆうくんがもう女子みたいに手合わせて泣きかけてたよ、今。いや俺ほんとこれどうなるか分かんねえなと思ってさ。いやそうやんな、ちょっと、うん、りょうくん、りょうくんちょっとなんかポーカーフェイスじゃん、ね、声の感じ、うん、でどうでしたか今のお気持ちを聞いて。あ、まあ、純粋に嬉しかったですね。純粋に嬉しかった、よかった。結婚するっていうのを1年前ぐらいから話してたっていうのは聞いたんですけど、りょうくん的にはこうタイミングみたいな、言おうとかっていうプロポーズしようとかって考えたりはしてたんですか？まあ、そうですね、時期的にはそろそろなんだよなっていうのはあったんですけど。あったんだ。まあ先ほどもお話しされてたこの経済面だとか、あ、まあそういういろいろなところでちょっと踏ん切りがつかない部分もある、うんうんうん、なるほどね、うん、はい、やっぱそうね、こういう結果になってしまったんですけど、なんか男っていうのでさ、ちょっと意地張っちゃってじゃないけど、うん、意地というか見栄というかね、まあ、でもそれが男の子じゃないですか。そうですよ。だからりょうくんはいい男の子だな。いい男だよ、うん、それでなんかかっこつけすぎちゃってさ、うん、まだ今僕はそんな自信がありませんとかいうやつも多いと思うのよ。いやいや、25ぐらいだったら。だからちょっと待っててくれっつってね、うん、俺に自信がつく、いつ自信がつくんだっつってね。そう30なんだって40なんだって自信なんかつかないんだから、うん、ね。じゃやっぱりそこで踏ん切りつけるかどうかだけじゃないですか。そうそう、覚悟を決めるかどうかっていうことですね。それ今よろしくお願いしますとこう一言バシッと言ったりょうくんかっこよかったよ。いや、そういった意味ではかっこいいですよね。だからりょうくんはこれからお二人は夫婦に、ね、なるわけですけど、そうだよ。先ほど話してた8月6日の日曜日っていう案はどうなんですか？8月6日、まあ、ちょっとそこを考えます。はい、あ、一応ね、参考してそこはね、まあ、曲のタイトルだけでどうにかなる問題じゃないから。日曜日って曲がお二人とも好きということでね、うん、でもよかったよ、はい、ね、成功して。そうだね、まあマチコさんすごいいいプロポーズだったからさ、いや、そう、りょうくんからもマチコさんに改めて気持ちっていうかさ、
と な,、はい、なんか直接言ってあげて。はい、わかりました、うん、どうぞ、りょうくん、まあ、急に言われて、急にあれ思いつかないかもしれないけど、どうぞ、まちこさんと、まちこさん、まちこさん、はい、聞いてるでしょ。聞いてます。うん、まちこさん感動しちゃってるから。うん、りょうくんからまちこさんになんかない？あ、今ですか？今、今。あ、じゃあ簡単に、うん、はい、純粋に、嬉しかったです、ありがとう、あまり頼りないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。いいね、うん、なんかいいね、まちこちゃん古風だね。どうですか？もうこの一連全部プロポーズからの OK してくれましたけど、感動的なもんですか？ああ、そうですね、感動すると人はあまり話さなくなるね。そうなんだ。今本当にみんなあれなんだよ、胸熱なんだよ多分。胸熱でこう、うん、でそういう胸熱なのか、ちゃんとあの明るい未来を想像できているのかい、二人は。大丈夫？はい、そうですね、はい、よかったよかった。なんか真面目だね。真面目だね。真面目ですごい。で、りょうくんもすごいシャイな子だし、うん、なんか壁を作ってたっていうような感じもすごくわかるよね。わかるわかる。だ、ポーカーフェイスだもん。そう、ポーカーフェイスね。声がポーカーフェイス。いや、声がっていうの意味がわかんない。ポーカーボイス、声が顔って言ってるからね。だからそれ、だからね、こういうことになってるってことはもう、まちこ先生がもうね、兄さん女房になっていくと思うんですよ。そうだね。でもそのバランスがね、すごくいいって言うじゃないですか。奥さんにちょっとこう、奥さんがリードしてる方がね、うん、っていうこのバランスでいけば、これをこのお二人はずっと幸せなんじゃないでしょうか。そうだよ、ね、幸せでいけるといいよ。で、たまにりょうくんも男らしさをまた垣間見せていってさ、うん、そうだね、まちこさんもなんかこう仕事で疲れる日だってあるだろうから、うん、支え合っていってくださいよ。はい、ね、それじゃあ最後にリクエスト曲聴きながらね。そうだね、二人の幸せを祈ろうじゃないですか。1年ぐらい経ってね、 4K のテレビ欲しいとか言わないでね、俺らに。そうですよ。俺らはあくまで見守るだけだからね。そうだね、 4K のテレビなんか絶対買わないから。よかった、でもね、成功してよかったね。いや、ほんとよかった、俺今すげえハラハラしたよ。よかったよ。ちなみに、うん、何ですか、リクエスト曲は。8月6日でお願いします。あら、いいね、ありがとうございます。ここで木村カエラのバタフライって面白かったんだけど、だね。ずっとやなっね、どっちか日曜日か8月6日どっちか来たら嬉しかったですけど、いやでもね、自分の方を選んで、ありがとうございます。じゃあ曲を聴いてお別れです。はい、じゃあね、まちこさん、りょうくん、お幸せに。お幸せに、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、二人目と電話がつながってます。もしもし。もしもし。はい。あれ、そっか、女子2連続か。はい、二人目の女子、はい、男の名前、年齢どうぞ。兵庫県神戸市カンナ19歳です。19歳。ちょっと待てよ、19歳って結婚していいんだな。いいんだ。結婚して16歳からいいんだっけ。はい、16歳から結婚できんのか。19歳、ちょっと待って、あれだって相手は何歳。相手は20歳で、今年21歳です。若っ。1つ上ってことか。2個上。あ、じゃあ2個上ってことか、はい、若くしてチャレンジしてきたね。なんかあれだって、去年もあったんだけど、うん、プロポーズしてほしいパターンというふうに今スタッフからしてほしいの、本当は。はい。でもなんで、ちょっと待って、あの、付き合ってどれぐらいなの。付き合って半年です。ちょっと待って、大丈夫。これなんでそういう きっかけはそうやって思った、ね、うん、付き合う前の、うん、去年の12月ぐらいに仲良くしてた時期があったんですけど、うん、その時に喧嘩をして、うん、それがなんか、まあ、幼馴染の男の子とご飯行くって言ったら、うん、なんかなんでなんってキリギリに言われて、うん、なんかなんで付き合ってない人にそんなん言われなあかんのって私が言ったんですよ。付き合ってない時にね、うん、じゃあ付き合ってるよってなって、その告白もされないで成り行きで付き合っちゃってたみたいな感じなんで、うん、お兄さんの付き合った理由は分かったよ、うん、その結婚したいっていう思ったそっからの、ね、きっかけは何だったの、うん、普
二人で、うん、一緒に住むお金とかも貯めてたり、うん、私が神戸に住んでるんですけど、うん、彼は新潟に住んでて遠距離恋愛してるんですよ。遠距離か。どういった、どういった出会いだったの？そうだね、出会いはどうなってんの？まずは、お蕎麦おうどんのお店でアルバイトしてて、先輩後輩の関係です。うん、彼が、神戸の方に来てたの？いや、神戸に住んでて、うん、で、大学で新潟に行ったの？はい。なるほど。そうか。いや、ちょっと待って、ほんまに結婚して大丈夫か？あれやぞ、すごくはっきりした理由が今聞けなかったけど、僕らはいいんだ、別にそれでね、結婚してもらってもいいんだけど。そうだよ。成功する見込みはありそうなの？プロポーズがですか？うん、は自信あります。自信あります。はい。なんかその彼と結婚について話し合ったりしたの？はい。なんか私が結婚願望があって、うん、彼からも結婚っていうワードが出てきて、うん、で、まあ、さっきも言ったんですけど、お金貯めてたり、うん、なんか二人で思い出作りのために食器とか一緒に買ったりとか、うん、告白されてないっていうのもあるんですけど、うん、この際はっきりと、なんか二人のけじめつけるためにも、うん、彼からプロポーズの言葉を聞きたいです。してほしいタイプの方なんだね。そうなんだね。はい、あ、そうか。それでも半年ってさ、ほぼ何も、まあ少しは分かっているけれども、なんか相手のことがね、相手のことがほぼ分かってるわけではない、うん、ないじゃないの？付き合うまでの間がすごい長くて、うん、どれぐらいだったの？1年半とか、うん、1年半。それさ、でも親密になってから知ることってすごい多いやんか。付き合う半年前ぐらいからずっとカップルみたいな、うん、カップルがするような感じ、なんかカップルな感じ で、うん、で、まあ、全部ちゃんと知った上でやったっていうのはあります。なるほどね。うん、ちょっと、お、彼に電話してみるか。そうだね。彼はちなみに、カンナちゃんは今どこにいるの？今はお家にいます。あ、ほん、あ、そっかそっか。で、彼は彼の家に、新潟の方の家にいるってことね。そうです。はい。これラジオは聞いてくれてんのかな、彼は？聞いてます。あら。あ、そうなんだ。じゃあもう、神戸のカンナちゃんといえばって、今ピンと来てるよね、きっと。そうですね。じゃあ、小倉さんかけてみましょうか。ちょっと彼と、ちょっと話してみようか。そうだね。うん。ってことは、彼の方からプロポーズしてほしいという要件も今ちゃんと伝わったっけね。伝わっているということだろうから。でも準備なしでどこまでね、うん、っていうのはあるけど、ちょっとね、うん、これはどうなるかな。怖いぞ、うん、もしもし。はい。大倉くんと高橋くんです。はい。新潟県にお住まいのタカトくんで、はい、でお間違いないですか？はい、待ってます。今ラジオって聞いてました？あ、はい、さっきまで聞いてました。あ、本当？だいたい、聞いてくれて、だいたいわかりました。把握しましたか？はい、把握しました。高人くんは今新潟にいらっしゃって遠距離恋愛を続けてられると、続けてるんですよね。いるね。はい、そうです。うん、ということですけれども、で半年お付き合いされた、うん、で今ね、カンナさんの気持ちも聞かれましたよね。はい、うん、っていうところなんですが、どういった方がいいのかわからないけれども、何どういうふうにこう自分がこう気持ちをこっ伝えるというか、それに対して答えるっていうものは今一瞬だったかもしれないけど、はい、心の、準備はできていますか？はい。まあ、マジか、早いね。 いつも考えてることは一緒なので。あ、いつも考えてること、2人が考えてること一緒、2人考えてること一緒。強い意志を持ってこう今生活してるんで、うん、
じゃあ、じゃあもう2人で話してもらおう。2人で話してもらおうか。はい、じゃあ、2人に預けます。お願いします。はい、どうぞ。まあ、付き合ってまだ半年やし、その前からもまあ仲良くしてて、まあ、その中途半端な、その付き合ってない感じになってしまってて、まあ、だらだらと時間が流れて、けど、まあ、半年前からしっかり付き合うようになって、まあ、まだ半年やから、まあ、お互いのこと、分かってるって思ってても、まあ、分かってないところもあるかもしれへんし、まあ、さっきの人と違ってまだお互い学生やし、まあ、経済的にも分からへんこともあるし、けど、カンナを幸せにすることを、まあ、今モチベーションにこうやってこっち来て勉強とかも頑張ってるし、必ず、まあ、神戸に帰ってきて就職しようと頑張ってるから、その時は必ず幸せにするから、もう少し待って帰ってきた時に一緒に行きたいなと思っています。カンナちゃん、カンナちゃん聞こえてるかな？聞こえてます。タカト君のお言葉を受けてどうですか？あと2年あるんですけど、これからもずっと一緒にいてほしいと思ってるのでお願いします。今の話だと、今のは成功っていうことでいいんですね？これ、あの、2年後に結婚ということでいいのかな？すぐにとかっていうことじゃないよ ね、約束みたいなね。そうですね、その、まあ、まあ2年後が理想なんですけど、うん、まあ、2年後に今就職の、まあ、社会人として働こうと思っているので、うんうん、まあ、そこで、まあ、ちゃんとね、就職できて、はい、見立てを立てて、うんうん、だから今から2年間はフィアンセになるわけだ。フィアンセだ、うん、なんでそこで笑うの？じゃあどんなの、そのタカト君の言葉聞いてさ、はい、カンナちゃんは今どんな気持ちなの？ほんまにめっちゃ嬉しいし、告白とプロポーズみたいな、うん、兼ねてしてもらえたみたいな感じで嬉しいです。告白されてなかったから、うん、まあ、でも、はい、あのさっきのね話で言ってると結構あの、なんやろ、変わった形ではあるけど、告白は告白よ、あれ、うん、あ、ね、付き合ってるよっていうの。ああ、はい、そうだね、うん、だからまあちゃんとね、ちゃんと言ってほしかったんだね。そうだね、っていうことに僕たちは、付き合わさせていただきました。ということで2年後にね、もしちゃんとね結果の本当に結婚するってなった時にもう一回聞きたいね、お話をね、はい、そうだね、うん、まずはそのお互いの学業ですか、うんうん、学業だよね、はい、うん、励んでもらって。そうだね、お互いが働くようになって、その時にね、2年付き合いながら、うん、また改めて結婚ということを頑張ってくださいよ。そうね、こう夢と理想っていうものがね、こうやっぱり力になったりするわけだから。そうだ、それに向けて2年間頑張ってちゃんと別れずに、うん、はい、タカト君はあれだもんね、カンナちゃんがモチベーションだって言ったもんね。そうよね、はい、うん、はい、あれ、タカト君どうした？あれ、タカト君泣いてる、もしかして？泣いとるな。タカト君泣いてる。あの結構2人の世界観が強すぎるぞ。、うん、俺らちょっと君たち、うん、君たちなんか、いや、あの、いや、いいんだよ、いや、いいんだよ、幸せ、うん、なんか、こういう、ん、あ、いいですか、いいよ、いいよ、うん、こういうなんか企画、まあ、カンナは毎週このラジオ聞いてるんですけど、うん、まあ、こういう企画に、まあ、勇気持って応募してくれたっていうのが、うん、すごいその気持ちが伝わって、うん、すごいなんか大げさかもしれないですけど、うん、ずっときましたね。いやいや、いいことよ、嬉しいんだよそれは。
うん、よかったよ。ものすごい盛大にのろけてくれたな。幸せなね雰囲気はいいじゃん。いいよね。だから本当に仲良く、本当に未来をね現実やと捉えるのだとしたら、貯金とかもね本当しなくちゃいけないのかもしれないしね。そうだよ、うん、その現実的なことを考えていきながら付き合って大変だから、うん、19、20っていうのはいろんな気持ちが変化したりする時期ですから、そういうのと戦いながらしっかり付き合ってって結婚してくださいね。はい、うんうん、じゃあカンナちゃんリクエストの曲何しますか。リトルマーメイドのアンダーザシー。じゃあ2人ともこれからも頑張ってね、うん、はい、ありがとうございます。高田君涙拭いてね、かなちゃんのこと守ってってよ、はい、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、お幸せに、はいはい、You dream about going up there but that is a big mistake。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。メールが来てます、うん、小粋なシマウマ15歳男子。お、どんなシマウマよ。この度は二組ともおめでとうございます、うん、僕は付き合ったことも結婚式にも出たことがないので、プロポーズはテレビの中のものだったのが一気に現実に感じることができました。本当にありがとう、そしておめでとうございます。ラッコじゃないやろ。小粋なシマウマ、小粋なシマウマ、小粋なシマウマ15歳の人が、多分これリアルなんじゃない。本当に初めてプロポーズを今体感したんじゃないのラジオで。そうか、うん、まあでもそういうことになると、でもさ、うん、15歳でしょ、うん、言ったらさっきの子たちと5歳、4、5歳しか変わらない。もしかしたらね、そう、すぐそうなってるかもしれないね。3、4年後ね。リトルマーメイドみたいな彼女できてさ。リトルマーメイドみたいな彼女できるかもしれないよ。うん、いいよね。2人でディズニーランドに行ってね、うん、楽しい幸せな時期を過ごしてくれればいいと思うけど、うん、あれだね、俺らまあ結婚してないじゃない。はいはいはい。うん、なんかその恋愛ってこう、まあ、幻想ではないじゃん。まあね。うん。なんかその、うん、現実、家族になるってことってさ、うん、どういうことなんだろうなってことを改めて考えさせられたね。むっちゃ遠回しに何かを言ってるけど、もう解かないようにするわ、その問題を。解かなくていいと思うんだ、うん、解かんでいいと。人それぞれに答えが、だって家族ってさ、その、うん、例えば、もう好き好き好きっていう恋愛で、うん、そのまま結婚して、うん、でそのまま幸せに子供を産んで、そのまんまっていう人生だってあるんだろうし。いや、あると思うよ。でしょ？うん、あると思うし、うん、で、そのまま、なんだろう、好き好きって言って、うん、50代、60代になっても言い合ってるね、素敵な夫婦もいらっしゃるわけ。イチャ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 で、うん、いいじゃない。いいよ。それも幸せかもしれない。うん、でも、なんかこう、なんかねこう、うん、例えばやっぱ仕事じゃあどうするんだとか、うん、お金どうするんだとか、うん、それこそなんかリトルマーメイドの続編とかを見に行ったりするお金はどこから発生するのかみたいなことをさ、うん、時に話し合ったりする現実的なカップルもいるわけじゃない、まあ、だから言ったら僕たちはさ、うん、結構いい年いたからさ、うん、それに加えてリアリストなところがあるからさ、うん、夢ばっかり見てられないっていうのもあるじゃない。そうです、そうです。そう。でも僕たちは夢も見なくちゃいけない職業じゃない。そうだね。夢見てきたからこそ今ここにおるけども、そう、夢を見るには現実っていうものがすごく必要なんだよっていうのをね、うん、コンコンとこう解いてみたいなとは思いましたけれども、はい、さあここでさあ曲いこう。再来週ニューアルバムジャムがね、発売されるんですけれども、これ初オンエアデーでございます。スパイダーマンホームカミングの日本語復刻版の主題歌で安田くんが作詞作曲した曲です。すごい安の曲がやっとねタイアップになったんですよ。僕は感無量でね、またかっこいい曲なんで。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さあさあさあ、プロポーズ大作戦をお届けした今日でしたけれども、はいはい、いやいや、やっぱりねいい企画ですよね。ね、うん、まあその2組ともそのなんだ すぐというわけじゃないけども、まあ成功しましたから。そうですね。ええ、まあ、幸せになっていただきたいなと、うん、いうことで最後は
あの私の曲でちょっと僭越ながら、うん、曲聴いていただきたいなということで、うまく つなげてもらっていいですか。え、先週みたいにうまくつなげてもらっていいですか。カンナさんとね、高人くんは遠距離でしたけど、うん、うん、そうですね。でも二人はつながってるんだよ。そうですね。ロードムービーオールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ、今週も生放送でお送りしてきた大倉くんと高橋くん、エンディングなので僕らたちのお知らせです。はい、まず患者に、大倉から大倉忠義の情報ですね。はい、渡辺一慶さんとの2人舞台、雲女のキス、いよいよ明日が千秋楽でございます。そして舞台が終わると再来週6月28日には患者ネットニューアルバムジャムと映画シップロンドン DVD& ブルーレイがリリースされます。楽しみ。そして来月からは夏の五大ドームツアーがスタートということで、以上です。よろしくお願いします。でも楽しみですね。楽しみです。高橋優から7月26日にニューシングルをリリースいたします。うん、2017ABC 夏の高校野球応援ソング、熱闘甲子園テーマソングに加えて、顔ビオレ、スキンケア、洗顔料、ウルイジェイ、 CM タイアップソングのシンプルを含む全4曲入りのシングルになります。うん、4月1日に、やらせてもらった横浜アリーナのワンマンライブ、全曲を収録した DVD が期間生産限定版についたり、グッズがつく秋田キャラパンミュージックフェス版と3形態あります。現在各 CD ショップにて予約受付中ですので、お早めに。そして9月2日3日に秋田県由利本荘市で開催する野外音楽フェス、秋田キャラバンミュージックフェス、現在ローソンチケットプレリクエスト抽選選考を受付中です。うん、ぜひチェックしてみてください。ということでございました。はい、以上でございますか。どうでした今日のプロポーズ大作戦は、大倉さん的には。いや、いいんじゃないですか、こういう作戦があっても。作戦成功ということ。いろんな作戦がありますか。作戦がありましたね。うん、でもあのマチコ先生よかったね。マチコ先生よかったね。俺本当に下手したらさ、ああいうガチなんかね、年頃だしさ、25と28とかってさ、うん、向こうが真面目すぎてさ、うん、この電話の中で、いや今はちょっとっていうのも俺めっちゃ視野に入れて聞いてたんだ。いやいや、りょうくんのあの感じはちょっとね、あの真面目な感じがすごい伝わったから。そう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 。でだから余計嬉しかった。そうね、真面目で OK っていう。で実際経済的なこともやっぱり考えてたしね。そう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 、うん、その決意がさ、うん、このラジオの中にもちょっとこう出てたよね。そうね、うん、だからいろんな形があってもいいんですけどもね、うんうん、だから何年後かに、何年後か経って、うん、あの経済的なことっていう問題に、うん、多分あの人たちはね、カンナさんの方ね、そう、うん、は問題になるんだと思いますよ。そうね、まずそこまで2年間付き合ってさ、うん、そう、結婚式っていうのでさえすごいお金がかかるわけじゃない。そうだよ、多分ね。それでいろんな お世話になった方とかさ、うん、いろんなことをこうしなきゃいけない段取りとかっていうものも、結婚っていうのはこうやっぱりなんだろうね、映画とかドラマでねやってるような、こういきなり2人で暮らし始める、いきなり子供ができるっていうことじゃないんですよね。その間にはすごく過酷なね、段取りとかいろんなことがあって、もしかしたらすごく、面倒なこともあるかもしれない。そういうことも乗り